どうも、シサクです。皆さん、オトシンクルス飼ってますか？ちゃんと餌食べてますか？今回はこちらのオトシンクルス用の餌を紹介していきます。オトシンクルスといえばコケ取り生態として有名で、超絶可愛い生き物ですが、チャゴケ以外はあまり食べなかったりするんですよね。おまけに人工の餌にはあまり食いつかなかったりと、長期飼育するとなるとなかなかに大変。一応流木を入れておくことで一時しのぎにはなると言われていますが、あくまで一時しのぎ。普段自分は食いつきがいいという理由でアクアフォレストというショップの底物パクパクという餌をあげているのですが、さすがにショップ専用の餌は入手性の観点から万人には勧めづらいんですよね。そこでいろいろ探していたところ、チャームさんで見つけました。株式会社リーフの FF34 オトシンクルス用練り餌。この FF シリーズはいろいろな生態向けに多数の餌がラインナップされているようで、このオトシンクルス用の餌は練り餌タイプの特殊な餌となっています。練り餌ということで、底物用の餌として一般的なタブレットタイプと違い一癖ありますが、評価もそこそこあったので試しに買ってみました。まずはパッケージを確認。パッケージはかなりシンプルで、表には使い方や原材料が記されたシールが貼られていて、裏面は使用期限が記されているだけ。対象はオトシンクルスとなっていますが、小型プレコやコリドラス、エビにも指向性が高くおすすめだそうです。原材料と保証成分はこんな感じ。おおむね一般的な熱帯魚の餌と同じものが使われていますが、苔が好きなオトシンクルスや小型プレコの食性や健康維持を考えて、スピルリナとベータグルカンが配合されているのが特徴。またトヨセリンという成菌を配合することによって、食べ残しによる水質悪化がしにくくなっているようです。早速開封して中を見ていきましょう。中には茶色の粉末状の餌とスプーンが付属しています。別にスプーンやスケールを用意しなくていいのはいいですね。使い方は、付属のスプーン2杯の餌に対して付属のスプーン1杯の水を入れて練るだけ。匂いが結構きついので練るときは手袋をつけた方がいいと思います。あとは流木や石、ガラス面などに塗ってオトシンに与えれば OK。 この時水が多すぎると粘着性が悪くなって剥がれやすくなるので注意しましょう。あと練った餌は水分が多くて腐りやすいので、その日のうちに使い切りましょう。規定の分量で作ると結構な量ができるので、30センチ水槽など小型水槽で与える場合は半分の量で作った方が経済的だと思います。この時の水の量は約 0.7 ミリリットルですが、測るのが難しいと思うのでピペットを使うのがおすすめです。それでは実際にオトシンにあげてみましょう。まずはオトシンしかいない水槽で試してみます。底面とガラス面にそれぞれ設置。最初は無関心でしたが、少しずつ食べてくれていました。ただガラス面の餌は早々に剥がれてしまい、ガラスも汚れてしまうので、ガラス面への塗り付けはあまりおすすめできないかな。翌日には水カビが生えていたので、もう食べないなと思ったら早めに回収した方が良さげ。次に
他の生態もいる水槽で試してみます。エビにも指向性が高いということで早速群がってきました。1時間くらい経つと匂いで気づいたのか、オトシンもやってきました。少しずつですが食べてくれてますね。この水槽にはチョコグラとレッドファントムテトラがいますが、チョコグラは興味津々なのか時々続きに来ますね。対してレッドファントムテトラはあまり興味を示さず、餌自体はボロボロとこぼれやすくて舞いやすいですね。ソイルだと隙間に食べかすが入り込むので、器とかに塗って食べかすがこぼれないように工夫した方がいいかな。最後にオトシンネグロのいるコリドラス水槽で試しています。入れた途端にコリドラスが寄ってきました。さすが餌の探知能力は優秀ですね。餌自体は細かいので、口の小さなコリドラスピグミーでも食べやすくていいかも。ヤマトヌマエビやチョコグラ、ネオンテトラも好きな味なのか、たまに続きに来てます。トランスルーセントグラスキャットは、舞った餌を食べている感じはありますが、積極的には食べに来ないですね。この水槽のアルジーライムシュリンプは、餌よりも水中カメラに夢中みたいです。オトシンネグロはさっきのオトシンみたいに1時間くらいしたら食べに来てました。さて今回はチャームで販売中の株式会社リーフの FF34 というオトシンクルス用の餌を紹介してみました。オトシンやコリドラスだけでなく他の生態も指向性が高く、そこそこ食いつきがいいので、実際オトシンだけにあげたいってなった場合は他の生態を別の餌で釣っている間にあげたり、何らかの方法で隔離するなどの工夫が必要そうですね。あとトヨセリンの配合で水質の悪化が抑えられているとはいえ、餌自体が結構水中に舞ってしまうので、気になるようなら水替えの前日に餌をあげるとかの工夫をした方がいいかなと思います。オトシンの食いつきは結構いい感じなので、オトシンの餌を探している方は試してみてはいかがでしょうか。チャームでは餌を塗るための流木や基板石がセットになったものも販売されています。今回紹介したオトシンクルス用の餌は
楽天ルームでも紹介していますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それでは今回の動画はここまで。これからもアクアリウム用品のレビュー動画などを投稿していきますので、チャンネル登録や高評価、コメントで応援してもらえると嬉しいです。また Twitter や Instagram でもアクアリウムの情報を発信していきますので、よければフォローをお願いします。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。